皆さんこんばんは。今夜は激戦必至の好カードをお送りします。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。 FIFA ワールドカップグループステージ第1節のこの一戦、大一番を前に会場は興奮のるつぼと化しています。福西さん、すごい試合になりそうですね。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。こちらが日本のスターティングメンバーです。 5-4-1 ですね。ボールを奪った後の攻守の切り替えが鍵になります。スペイン女子代表のメンバーをご覧ください。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。さあキックオフです。 FIFA ワールドカップグループステージの試合が始まりました。熊谷咲、長谷川、これはナイスタックル。ボーマチ、さあアタッキングサードに攻め込み相手のゴールを伺っています。タックルで止める、これで危機を出します。ここから狙うのか。ここは裏を使った、決まった。試合開始早々に先制成功、見事なゴールです。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。相手のボンマッチ、ボールを前に運びます。どこから仕掛けていくんでしょうか。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。熊谷、三宅、長谷川、いい連携です。狙ってましたか。カットします。ソルノサ、相手のボンマッチ、マリオナ、杉田ひな、遠藤、おっと相手へパスしたような形になりました。エルモソ、
相手がポゼッションも取り返しました。ゴール前、期待も高まります。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。ソルノさん、アレクシア・プテラス、ボールポゼッションは相手に移ります。ドリブルで運びます。同点になるのか、スペインがゴール。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。長谷川、仕掛けてきました。チャンスになりそうです。あっと、いい攻撃でしたが相手ボールになりました。これは思い切ったドリブルです。ここでディフェンダーが相手の攻撃を断ち切りました。パスをつないでいく。ステージャス、ここでソルノサ、タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。遠藤純、清水梨沙、パスミスでしょうね。ボールは相手に渡っています。ボーマジ、エルモソ、スルッと上がってパスをカットしました。いいタックルだ。押し込まれていましたがここで取り返しました。長谷川、サイドに大きく空いたスペースを使ってきました。マリオナ、さてアディショナルタイムは1分ですか。このスルーパスは通りそうです。得点のチャンスでしたがフィニッシュに持ち込めません。相手ボールになります。さあキックオフ、 FIFA ワールドカップグループステージのこの試合、後半戦スタートです。遠藤、杉田、ボールをうまく動かします。いいシュートだ、決まった、ゴール。これで再び1点リードです。豪快なシュートですね。ネットを突き破るかと思いました。マリオナ・カルデンティ、マリオナ、アレクシア・プテラス、ステージャス、さあスタジアムのテンションが上がります。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。
長谷川。このパスは通りません。相手のチャンスを潰します。南萌香、遠藤純、南、あっとレフェリーがペナルティーマークを指さしました。 PK です。主審は PK を指示しましたがカードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。相手を引き離す絶好のチャンスです。ここはしっかりと PK を決めました。マリオナ・カルデンティ、エンドラインの外に出しました。中に入れた。ステジャス、ここはタックルで回避。相手のシュートを許しません。さあカウンターを仕掛けるか。これはナイスカット、うまく読んでいました。熊谷咲、南、杉田、ここで取り返します。エルモソ、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。1点差にできるか。熊谷咲、ボールをキープしていますがここで取られると危ないですね。アレクシア・プテラス、ここは打てるか。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。長谷川、清水、長谷川、危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。遠藤純、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。相手チームがボールを持ちます。味方がフォローに来ています。ここはブロックされました。さあカウンターのチャンス。このカウンターは不発、ボールをキープできません。スペインがフリーキックを獲得しました。ここで選手を変えようとしています。
シュートの当たりが悪かった気がします。南、杉田ひな、打ってくるか、これはナイスタックル、相手にシュートを許しません。ここで試合終了のホイッスル。 FIFA ワールドカップのこの一戦、チームは期待通りに勝利を収めました。ナイスゲームでした。2点リードでの勝利とチームの実力が遺憾なく発揮されていたと思います。手に汗握るようなシーソーゲームも面白いですが、監督やサポーターからしたらこうやって落ち着いて見ていられる試合の方がありがたいでしょうね。